こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。蒸し鶏ですね。鶏胸肉の蒸し鶏が今日の、サムネイルになります。で、茹でキャベツ、茹でキャベツですね。これが野菜になります。で、白ご飯、電池が切れそうなんで、ポン酢で食べます。すだちポン酢で食べます。電池が切れそうなので、急いで体重を測ります。さて何キロでしょう。急ぎます。体重早く出てくれ出てくれ出てくれ。電池が切れちまう。はい、体重 55.0。 昨日より 500g 減ってますね。体脂肪率 12.9。体重 55.0、 体脂肪率 12.9、 基礎代謝 1289、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.0、 体脂肪率 12.9 です。はい、ではもう一度サムネイルに使う蒸し鶏、ゆで鶏、どっちでもいいです。蒸し鶏かゆで鶏かですね。鶏胸肉の蒸し鶏、ゆで鶏です。で、キャベツですね。昨日親鶏の丸焼きで出た油でスープを作ってますから結構おいしいかなと思ってます。で、すだちポン酢ですね。すだちポン酢で白ご飯、はい。で、明日用のゆで鶏、蒸し鶏も作ってます。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。